本日はこの間さ、このこれこのマジェスティ400年4万円で買ったらさ、事故車だったってね、見るの出したらこれね、結構ね、反響あって紹介数もいっぱいあって、皆さんも結構非難号をね、4万円だったらしゃあねえとか、安物買いの税入しないとかね、ね、そういうのいっぱい来てさ、いや安いからそれなりの来るべなとは思ったけど、事故車が来ると思うねやな、あ人のことなのってな、安物買いの税入しないの、もう少しこう気の利いたコメントないのがね、まあほとんど優しいコメント多いけどね、ね、もうクソ業者ですねとかさ、だよな、というわけでさ、なんか悔しいから、まだヤフオクでスクーター探したの、したらさ、5万円のスカイウェーブ400あって、まあ期待されてリベンジだと思ってまた買ったの、秋田の人出してた、それね取りに行った、軽トラで取りに行ったんだけど、その動画ね出発するのから撮りましたんで、ちょっと見てちょんまげ、こんにちは、今日天気来てね、これからね秋田まで行くの、秋田まで何しに行くかっつうと、スクーター買ったの、ビッグスクーター、安いのまだで、今ガソリン入れるの、農道のポルシェサンバーで行くので、ね、塾長もね秋田に一緒に行きたいって言うから、塾長も乗って行くのね、お皿を積んでくるのね、今ガソリン入れるの、はい、あれガソリン1個入れて、多分どんなで秋田だらこれ満タンで往復できねえべかね、現金会員なの、カードを挿入してください、カードを挿入するの、いやらしいね挿入ね、商品を選択してください、秋田に行くの、帰り比内地鶏食べてくるの、安いビッグスクーター買ったの、あいいね楽しいね、今日はねニセコ休みだからね、うん、塾女とね、塾女は昔秋田に住んでたから、秋田行って比内地鶏食べて、まあ、出発ね、高速で入るとこ楽しいね、それからね中央インターから高速入るので、小坂で降りて七号行って、まだ秋田道入って由利本荘まで行くんだよ、さあもうすぐ高速ですね、早いですね、安いビッグスクーターなんでどういうポンコツが待っているか楽しみじゃの、高速だよ、楽しいね、まあ、軽トラだから80キロで走るしかないな、最初ね通行券取ったよ、まあ、高速ね、弘前森をかぼめていいですか、へじったら、なんか風が強い、車がおられます、風
風が強くて。堂々のポルシェ。これからね、秋田まで行きますね。あ、私の駐車場。これ、あれ、私の大駐車場。あれ、高速から見えますね。すごいな。まあそういうことでした。これから秋田に着いたらバイクを積みますね。まず、皆さん、事故のないように祈ってくださいね。まずとりあえずヘバ。見てすごい綺麗なんだよ、うん、ね、上手でしょ、うん、本当だ、うん、俺、花っこみたくなんだ。そう俺よっしゃ、はい、どうぞ。わー、綺麗。もう一つ、あ、一つ、もう一つ出たい。パパヘライス。カフェ映ってもらって。はい、どうも。はい、どうも。はい、いらっしゃい、ください。パパヘライス。パパヘラのパパはバサマのバサマだぞ。おいしい？うん。もう全部逆光で何だか分かんねえんだ。こっち見て。これから由利本荘までまだ行きますね。ゆっくりはゆっくり行こう。ちょっとカプチャこの辺。やっともうすぐですよ。軽自動車で3時間は疲れますね。こんなに長にあるんだろう。なんとか相当古いバイクやらしいんだな、これな。藤田さん、はい、なんとか林業って感じだな。藤内林業だがなんだろうな。あと道なりに、あと道なり130m。あれでねが。これかな。鈴木。バイク屋さんだ。あ、これだ。これだ。着きました。来ました。これ青森のりんごパイ買ってきたの。本当にね。あれ。もうありがとうございます。はい、青森じゃん。なんか最近売り出したっていうので美味しそう。試食してほしい。あ、YouTube で使った。見てます。見たことある。あ、いいですかね。アップしてもよろしい。どうでしょう、お店の方に。先の方がお店。ええ、店主さんです。あ、ちょっとマスター、こちらの方見たことあると思うんで、ご店主様にあげてもいいかって断ってきた方がいい。あんたが。言ってくればいい。あ、すいません。
こまで来るんですか。あの、うん、いいのが見つかったというこで、ああ、この安く買って車で取りに来るのが楽しいですよ。あら、いつさん持っていけば取りに来るんだなって、うん、あれ、綺麗なバイクどこだ。うん、すごい綺麗なバイク、すごい。え、これいくらで買ったの？いいのかな。ね、あ、来た、来ましたね。これピカピカって、これいいバイクだ。これすごいね。ここのところ、はい、お寺の和尚さん。あ、それワインにのいい。あ、高てるって言ってるもんな、和尚さんな。さやや。で、ぐるすこしゃいだら、変わってる。ちょっと、押して。本当に押してた。あ、すごい綺麗な。せーの。このトレーナーぶつかるから何つってんのかな。ちょっと待てよ、手挟めるか。3時間ちょい。え、でもそのぐらいで来るか、うん、高速できたので、ね、全部なんだろう、あそこからもバンとここまで高速乗れてきたので、これ前青森の八戸さ、うん、バイク飛んでに行ったことあって、うんうん、で結構遠いなって思っちゃって、八戸は遠いですね。というのをして、うん、2年ぐらい前だからね、うん、広崎の人から、うんうん、でもここ大きなバイク屋さん、ここ いいバイク屋さんだと思わなかった、うん、だ初めて来る人よ、うん、その辺からこういえばナビ間違えてるんでね、って大概の人な、うん、すんげーいいバイクだって、そこビューって通り過ぎで、うん、って U ターンして買ってなんかあまり目立たねえんだけど、車も止めやすいね、こっちですね、うん、からでも、うん、本当にあまり大きすぎてマスターね、びっくりした。あれ、ここでいいんだよ。ナビここって言ってるし。周りみんな田んぼでな。うん、そういうとこ来てびっくりして。あれ、ありえとかってな。よく見たらバイクいっぱいあるし、ここだ。で、バイク屋の看板な、ねえな。そうなんですよ。ヤマハとかしかできて。16からバイクずっと乗って、うん、乗ったバイクを大事にしまっておくんだから、今18台くらいある。重たくなれば大丈夫だと思って。専門家としてはどのくらい縛った方がいいですか？え、専門家から見るとどのくらい縛った。いつも、うん、ここぶつかっちゃうと思うけど、あのお尻、うん、ケツボンボンボンって跳ねたりするから、うん、あー、そっか、これやる、サビで使わなくなってるから、一緒に行こう。ああ、それね。ちっちゃくなっちゃった。普通に縛るか。はい。ああ、そっか。ああ、だいぶちょっと違うみたい。あ、そっか。跳ねるんだね。だんだん。そっか。とりあえず、そっちに。ゆっくり帰る。あの、マスター、
でしたね。ちょっと待って、これバイク屋さんしかねえやつだ。あ、あれなんてことです、うん、あら長間のところで、多分秋田県うちだけ、多分青森とかなんかそのねえんでねえかな、うん、見たことない。どうだ、うわこの、この感じの動画あの載せますんで。あ、本当に結構一回バイク動画一回載せると、なんかあのなあ、エアって言うのかな、なあ私はね、うちがほら流行らせるとかなんとかってなってあんまりしてねえんだもんな。やっぱり今度あんまり流行らせれば人来ちゃうんだけどな。だからたまっと写真撮ったり飲んだりとかって、まあ、青森もバイク屋さん自体少なくなっちゃって、なんだよ、いっぱい置いてるとこもそんなないっすよ。うん、チョコも一つあってそっちも満杯。何十万円か、あれあれ悪いよな。でもな、紙くぐった紙な、これあんま肩並むとか肩並むの信頼だな。まあ、俺は大事だとこっちの方が、うんうん、今はあの陸軍に来て試乗車、あの秋田鈴木さんから紙に来る。おお、明日から試乗車入る。今だとこのくらい綺麗だから何くらいですもん。これで120ぐらいで、うん、なんかディスクローターとかにね、フレーム、ま、全部パウダー塗装して、うんうん、真っ黒にしたの。あ、シルバーだもんね。シルバーのマークは結構60万円かけて、うん、前のお客さんが仕上げたんだけど、これの動画形成で60万とか毎回重くなって重くなって送ろうようにして、あ260cc。 あ、すいません。手伝い熟女。そう、あ、私あのちょっと私もここであの、はい、まかない食べたり飲んだりやって、普通はちゃんと手伝いしてるんですけど、ね、これの動画さちょこちょこ出るもんで有名になっちゃってさ、あ、結構派遣からさ、あの熟女いますかって派遣からだからもう熟女って名前になってるので、それ来た人限定のお土産名刺で作ってもらって、ああYouTube で来てくれた人にや、うんうん、で今日マスターの持ってこないで私のだけ入ってて熟女さんは何年生まれるんだろう。あはははは、熟女が49歳になる。あ、だから45年になる。旦那さんの転勤とかで秋田さんずっと住んでたから一緒についてきたり、6年ぐらい前まで秋田にいて青森帰って、うちの旦那さんは青森の方なの。あ、私山形なの。あ、山形なの。山形のとこ山形市。そうですね、今山形市、もともと天童市出身で今実家山形市。やっぱ正月いいんだじゃん。困る、私全然さすがあ、でも、これ新しい刀、これね、これ昔の刀、これだったらこっちの方がいいな。ね、あれ、ね、これ GSX-R7 半だよ、これ。ね、これ、な、いいな、ハヤブサ、これ欲しいな。このさ、すごいバイクいっぱいあるんだわ、中古で。いや、お金あったら買ってしまいそうだね。これ、これ。これ HBZ300。 わ、綺麗だな。ねえ、あれだ、これ、ねえ、すごい。いやー、うん、なんとか林業って書いてたからちっちゃいあれかと思ったら、いやー立派だバイクやで。ねえ、すごく、これいいね。そんな、これ、あ、いいな GPZ、これ。うん、セローだね。わ、いや最高だな。え、もう積んだし、これね、うん、ね、3万円だよこれ、ね、
バイクやだ。ね、こう外からもこれ綺麗なバイクやだ。あまりでもこういうバイクやないよ。あまりこれいいな。これもういいとこだ。ということで、静かとちょっと途中でもいいか、あのあれだ、ホームセンター寄って縄買っていかんだね。じゃあ戻せば、はい、奥様によろしく、はい、切れたバイクありがとうございます。すぐエンジンかかったら、はい、どうもお世話様でした。どうもあ、そういうことでこれから秋田市内で比内地鶏、比内地鶏大館、うんうん、駅前、駅ビルなのかな。それで帰りますね。そういうわけでね、帰ってきたので軽トラバイク降ろしますね。ね、バイクね、積んでもらったんだけど、一人で降ろせるかな、これな。怪我せば前なんで、グローブつけないな。バイクはグローブ基本ね。絶対素手で乗らないように、ね、ちょっと焦げればもう大怪我すがない。結構重い、うん、誰か知り合い、このべかな、このべかな、バイク屋さんなら結構慣れてすっと下ろすんだけどな。なんだって60から痛くて、おろせだ。はあ、あ、よくら YouTube の動画でな、あのトラックからおろすときな、おじだりな、あるよな。
ああいうの見てるとこでさ、なんかああいう光景が目に浮かぶな。自分もそうなるで、おじだりな、うん、よかったね。62歳頑張っちょる。バイク屋さん言うにはバッテリーがつってるから、あのジャンプすれば寸暇があるっていうから。で、なのでね、バッテリーもダメなのか、まだ充電すれば使えるのかよくわからないので、とりあえずな、とりあえずエンジンかけてみないな。バッテリーまで、その前にさ、その前にな、バイク買ってみてないな。これね、引き取りに行った時もよく映したけど、これ事故車でないよ。これこれ綺麗だ。これこれ5万円だよ。これこれね、ね、全然これ。ここさ、このバイク屋さん喋ってたけどさ、そこのお店結構掘り出し物あるんだって。これこれこれね、いいね、これね、素晴らしい。どうじゃ、ね、5万円だぜ、5万円、ね、こっちはね、事故車だったけどね、これね、もうちゃんと直ってるけど、こっちはね、お坊さん乗ってたんだって、檀家周りの時。なんかご利益ありそうだよね。バッテリーはね、このね、サイドここにあるんだよね。手袋入ってた。またね、得意のね、ジャンプスターターね、ジャンプスターター。よし。マイナスはこっちが。かかるかな。あ、スイッチが入りましたね。入りました。まずエンジンかけてみないね、うん、エンジンをかけてみましょう。ついてる。ほら、これなら駐機場場乗せられるな、駐機場場な、うん、だってな、前のさ、このマジェスタでさ、サイドスタンド下ろしてればエンジン止まったりするの。あれスクーターってこう止まったはんで、エンジンかかったりすればこうバイクは
走ったりするんだってね、こう最初回転高いが。これも確かにね、タイヤ回ってるしね、なんでそういう方針がありみたいだな。めんどくせえから切ろうと思ったんだけど、バイク走って転ぶはダメだから切らないことにした。みんなこう、ここスイッチやればすぐできるよって教えてくれたんだ。まあちょっと試してみるけど、あまり危ないようだったらやっぱりサイドスタンド、エンジンストップね、これやった方がいいね。ね、でね、今ちょっとメインスタンド立ててるけど、すごく性がいい。ああバイク来たよ、バイクから来た。あ、いい音だな、化け物いいな。あ、バイク行った。ここはしつけいいしね。うん、これね、グリップヒーターもついてる。さすが秋田ね、寒い国だからね、みんなこういうのつけんだね。うん、まあね、そういうわけでほとんどは引き取り動画でしたがね、この事故車4万円のマジェスティ、5万円のスカイウェーブね、1万円しか違わないけど、今回は素晴らしいバイクが来たということでね、リベンジになりましたね。リベンジ、これのリベンジね、リベンジになりました。これね、バッテリー買ってすぐ車検取りに行ってきますね。うん、やっぱどういう感じが、まだほら車検取ったらちょっとどういう感じの走りがまだね、うん、アップしてみたいの。うん、いや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 、よかったね。まあね、これとね、これとこれ、これ事故車ではあるが、これと合わせて9万円だよ、2台でね。みんな全入しないとは言ってくれましたが、決して全入しないではありませんでしたね。つうか、こんだけバイク集めるなってね、結論はそういうことだけど、うん、まあそういうことだな。んで、でね、ね、と結局もう一回挑戦していいバイクが来たということなんで、私のことを心温かく見守ってくれてる人たち、一つよかったねマスター、ね、そういうようなコメントいただければ嬉しいなと、うん、あまりね。こう心痛むようなコメントを汚さないようにね。せばそういうことでしたね。みんなもね、ヤフオクもうんふうんだね、うんふうんだ、そういうことでした。ヒバヒバ。